こんにちは、福田です。そんな声になるの？最初帰るそんな声やった最初帰るんですよ。なるほど F10 なんで、はい、あ、なるほど、そういうことね。 Hi guys, my name is DJ 社長と、はい、皆さんこんにちは、DJ ワクです。ドイツでよろしくお願いします。わー今回、なんでその撮影に来たかっていうと、レペゼンさんたちの TikTok を撮りに来ました。うん、もう僕たち、TikToker になったんですよ。そうなんですよ、YouTuber 辞めたんですよね。王様も辞めました。はい、じゃあサングラス撮ってもらって。気になるんだ。なんかあの…いじってないよ。そんなまた、そういうのいじるわけないでしょ。危ない。この子危ないわ。皆さん、気になってる方、多分いっぱいあると思うんですよ、2人に。はい。今回、あの、はい、2人って、ぶっちゃけ嫌じゃないですか。はい、やりたい軍団じゃないですか。いや、そんなことない。優等生として言ってる。性的な感じで、最近いつ交流をしたかっていう。交流をしたか。はいはい、DJ 社長と、マキさんの性事情について、聞いてみよう。どうですか、いつやったかってこと。いつ、はい、昨日これは2日前かな。2日前逆にいつですか。確かにできないんですよ。えっ、本当かな。いや、わかんない。本当かな。これは怪しいね。そういう証明書がないと V が出れないんですよ、性能病のね。はいはい、ダメだと全部パンになっちゃうんですよ、仕事が。はいはい、はい、私結構重なってるので、はいはい、あ、病気が、ちょっとでも病気がってやばい。病気が重なりはいい。病気じゃなくてクラミちゃんからポコポコ出すみたいな感じの。だからもう全然撮影しか本当にあ、もうプライベートではじゃあ全くキックスはしない。え、誘ってよ。スラスラしたら、あ、じゃあ逆に俺がこう出したら、確かにいけるんだ。バチュー。ああ、プライベートでちゃんと性病検査してきましたよっていうのを演者に見せることができたら、はいはい、ワンチャンある。ワンチャン。らしいですよ、はい、皆さん。行こう。二人が結構やりつじゃないですか。いや、またエイミさんに比べたらそんな笑うな。どの口が言うんだよ。重なってるとやっぱ何かしらやっぱ女性関係のトラブルがあるんじゃないかっていうのが、今までなんかそのトラブルとかはないんですか。トラブルはないですね、僕は。ないんですか。はい、王様なんで。言ったのはあるでしょ。王様なんですよ。そうです。なんか王様にそういうの求めないじゃないですか。うん、私の男とか、うん、独占欲っていうのは王様に対して抱かないじゃないですか。主導権を自分に持ってくる。そうなんですよ、王様なんで。なるほど、見てわかるでしょ。なんでか、お前らには。結構来る場合とか、じゃあどうすればいいんですか。引っ張って、つまり女の子が独占欲出してきた場合とか。そうとかはどうしてるんですか。洗脳します。得意なんで。はい、得意分野。俺は王様なんだっていうことをちゃんと伝えて、あ、王様なんだなってことを理解した上で僕と、だからその服装がもうなんか、あ、そうですね、もうこうなっていくんですよ、王様は。王様。そうですね、トラブルは特にそんなにないですか。ないですけど、もし何かあった時は、まあ大体全部話し合いで大体終わるっすね。話し合いで決まるもんなんですか。話し合いで大体終わらせます。その殴ったりとかはない。殴ったりはさすがにないかな。俺は王様やけん殴るよ。話し合いにならなかったらどうするんですか。あ、捨てます。なるほど。パン。マキさんは捨てる。あと、経験に、もう数えてないからな。1000とかは多分余裕でいったと思う。数えてなかったです。数えれる範囲は数えとったけど、やっぱ男性数えるんですよね、性の字で。あ、最初は数えてます。最初はね、はい、ノートとかに書いて。あ、ノート書く、はい、でももう5、60超えてきたらもうどうでもよくなってくる。もうどうでもいいですね。これ高校生の時1人暮らし、高校生の時ってもうほらほとんど、まあ、そうです。頭の頭の支配されてる。めっちゃわかるわ。男性はみんな高校生の時はもう自分で考えられる。に取り憑かれとんねん。そうですね、そうですね。その時に一人暮らししとったゲーム、もうめっちゃフィーバーしとった。グリーで。あはははは、流行っとったね。まだツイッターじゃなかったけど。来ました。遅刻の方。あー、遅刻。先週来た。最近、遅刻した。ちょっとそれだけ聞かせて。あ、また絶対嘘。そう言うんですよ。どう見ても寝起きやもん。寝起きみたいな。はい、ちょっと天中さんに来てもらいました。おはようございます。はい、大丈夫ですよ。あ、いや、私端っこで。今ノーブラなんで。仕事では。
正直に言って仕事かプライベートでどっちでやった、ね、仕事はない仕事だってやばいでしょ。いや、ね、その別処女ではないけどさ、最後に確かに最後に確かにそう4日前あやばいやお前やっとやねんか全然やってないけんだじゃあなんかそのセックスとか、はい、相手とかってそんなにいっぱいいるってことは、はい、どうやって見つけてきてるんですか。いやファンに手出した人僕はインスタグラムですかね。え、マジインスタ？マジで分かんないんだけどさ、男の人ってさ、インスタから DM 来るじゃん、うん、返すじゃん。でもさ、女って絶対ないじゃん。男はチッに取り付かれる半身に脳がついてる。それ以外考えられない。はい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 、もう興奮してしまったら一回立ってしまったらね、そう、もう無理なの。自分の理性とかでは制御ができんのよ。抑えきれんの。そう、可愛い子から DM が届いたら、返さずには折れんの。え、ここだなって思うそのプロフィールのなんか俺的には これ行こうっていうなんかそのあるんですか。アイコンを自分の写真にしてる子。あちゃんとここが一番大事。ここが一番大事。もうねアイコンを自分の顔にしてない子は別にいらん。もう大体自信のある子だけちゃんと自分の顔をしておけ。じゃあアイコン自分の顔にしてんじゃん、うん、会った時いや超シャメ詐欺じゃんみたいな、はいはい、あるね。え、何割ぐらいある。6、7ぐらいじゃない言うて、ちゃんとリアルじゃね。4日前は誰と言ったと。確かにそこ掘り下げる。そこ掘り下げる。どうでもない化粧して化粧してます。じゃああと、はい、もう一つじゃあ結構理性あれだもんじゃって感じですよね。はい、いっちゃいます。私はどうですか、ぶっちゃけその性的な方には入りますか。あ、それいや、もちろん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 それはもちろんっすよそんなそうなんですよ、全然目合わないなって思ってる。あ挨拶の時も全然おっぱいにしか見てない。いや、そんなことないそう、見てないな。2回に1回ぐらい顔見てる。あ、本当ですか。すげえわ。俺も補強しよっかね。補強しよっか。社長のは見ない俺。すごい経験人数っていうかめっちゃ多いんすね。なんか多いっす。え、私ですか。私は合計400本ぐらいとかの DVD に出演してるんで、はい、それで1本って大体男優さんって3人ぐらいなんですよ。はいはい。あ、じゃあ同じぐらい。1000人超えぐらい。1000人超えぐらい。でも同じほとんど男優さんが多いのでコラボしてるのこれやっぱ回してるんですよ。なるほどなるほど。セフレみたいな感じだ。男優タリンクだったら教えてよ。セフレだ。男優タリンクだったら連絡してよ。確かに。ちゃんとセミオケーション持ってきてる。あー、多分結構俺病気の時多いよ。いや、でもなんかちょっと聞いててもうめっちゃイライラするんで金玉切っていいですか。突然に。いいですか。じゃあっちだけ切っていいですか。僕はこれからもちょっと使うんだけど。はい、いかがだったでしょうか。家賃さんのね、裏側がね、いろいろ聞けたんじゃないかなって。王様ですからまたいろいろ洗脳していくんですね。はい、脇さんのね、なんか実際になりたい人はリンク貼っとくんで、はい、そこに飛んでリンク貼っとく貼ってくれるんですか。ありがとうございます。そこに飛んで、DM してください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ごきげんよう。